品川。皆さんこんにちは。わ品川ニュースの時間です。ニュースの前に緊急事態宣言に伴う区内施設の休館状況などについてお伝えします。緊急事態宣言の再延長に伴い、区内の施設を休館、休業、使用制限しています。区立学校の温水プールは午後8時まで、荏原文化センターの温水プールは午後5時まで、体育館や公園運動施設は昼間のみ開放します。悠々プラザやシルバーセンターなどは休館となっています。品川歴史館、品川水族館は入館制限を行って開館しています。文化センター、キュリアン、区民集会所、区民センターなどは昼間のみご利用いただけます。区立図書館および大崎駅西口図書取次施設は座席数を制限して開館しています。また区主催のイベントは中止または延期します。詳しくは区のホームページをご覧になるか、各施設へお問い合わせください。でははじめに、災害廃棄物処理に関する支援活動が環境大臣から表彰された話題をご覧ください。5月20日、品川区清掃事務所長が区役所を訪れ、台風による大規模災害での災害廃棄物処理に関する支援活動について環境大臣から表彰されたことを浜野区長に報告しました。令和元年の台風15号と19号は関東に上陸したものとしては観測史上最強クラスの勢力で、各地に甚大な被害をもたらし、区では被災地に職員を派遣し災害廃棄物処理に当たりました。あ、区の仕事としてやってくれてるんだなっていう思いがあるから。台風15号により被害を受けた千葉県鋸南町には3人が6日間、台風19号により被害を受けた埼玉県東松山市には2人が8日間にわたり現地で処理業務に従事しました。こういう災害時につきましては、全国の自治体で一丸となって協力し合いながらやっていかなければいけないと考えています。被災地応援という形で、環境大臣の方から、表彰を、いただきました。誇りに、思うことでございます。今後の、清掃事業にも、つなげていきたいというふうに、考えております。品川区役所本庁舎3階の連絡通路で5月31日まで消費者センターパネル展が開催されました。この展示はより良い社会を構築することを目標に、消費者や事業者、行政などが行っているさまざまな取り組みを紹介しようと、毎年5月の消費者月間に合わせて行っています。今年は消費で築く新しい日常をテーマに、近年注目されているエシカル消費について紹介。エシカル消費とは、人と社会、地球環境、地域のことなどを考えて作られたものを選んで購入したり消費したりすることです。会場ではその他、トラブルに遭わないようにするための暮らしのヒントなどを紹介した展示を行いました。今回のパネル展ではエシカル消費を PR しました。皆さんがマイバッグを持ったりマイボトルを持つこともエシカル消費につながります。その他にも認証マークがついたものを購入するというのもエシカル消費につながります。身近なところからエシカル消費を始めてみませんか。続いては品川の風景です。今回は品川中央公園のアジサイをご覧ください。
5月22日、法要の森学園と放水小学校、城南小学校、そして立ち合い小学校の4カ所で自主避難施設開設訓練を実施しました。皆さんよくご承知の通り、訓練でできないことは本番でできないというのも承知の通りです。自主避難施設とは、被害が予測されるような台風接近時等に際し、自宅での待機に不安を持つ区民を受け入れるために、区職員が開設・運営する一時的な滞在場所のことです。終了しましたら、座席でお待ちください。この日、会場の一つ、城南小学校では、区職員が手分けして、倉庫の備品の確認や受付・設営、避難所の受け入れスペースの設置訓練などを行いました。避難施設での新型コロナウイルス感染症対策として、受付にサーマルカメラや非接触体温計、手指消毒液、健康チェックシートなどを用意。避難者受け入れスペースでは、間仕切りテントを1メートル間隔に設置。車椅子での入室や簡易ベッド、畳の部屋など、配慮が必要な方のための設備、スペースを確保し、さまざまな事情がある方の受け入れを想定した訓練を行いました。また同校での訓練の様子を桑村副区長が視察。学校は多分閉鎖してるんで、台風するんで。桑村副区長は職員を激励するとともに、施設内各所の設営状況を確認しました。5月24日から品川区は75歳以上の高齢者を対象に新型コロナウイルスのワクチン接種を区内の集団接種会場で開始しました。この日開設した接種会場はウェルカムセンター原交流施設とコミュニティプラザ八潮の2カ所です。開設時間は午前9時30分から正午まで。各会場にそれぞれおよそ100人の区民がワクチンの接種に訪れました。会場はパーティションで仕切られ、訪れた区民はそこで待機。医療従事者が会場内を巡回し、問診から接種、接種後の経過観察までを済ますことができる方式で集団接種を行いました。1回目のワクチン接種を受けた区民は、はい、お疲れ様でした。全然痛くもなくて、もうチクッとも感じないで、あっという間に終わりました。で、15分待ってるだけでよくて、はい、助かりました。それからすごくこの会場がその高齢者が歩くっていうんじゃなくて、非常に整備されていて、皆さんスタッフの方がね、来てくださるっていう形だったので、それもすごくありがたかったです。とてもスムースに皆さん感じよくってよかったです。安心しました。次も安心して来られますね。電話での予約は間違い電話が大変多くなっています。区では対象の方全員分のワクチンと予約枠を用意していますので、焦らずに予約してください。また大規模接種センターで予約をした方で区の会場の予約もしている方は、必ずキャンセルのご連絡をお願いします。くれぐれもおかけ間違いにご注意ください。今回のニュースは以上です。この後も品川ホットホットお楽しみください。